こんにちは、世界の河原版のコバです。 MC を務めているエドワードさんは本日喉の調子が悪いため、しばらくの間私コバが代理を務めさせていただきます。さて、総裁選で勝利した岸田首相が靖国神社に早速供物を奉納しましたよね。これに対し中国外交部の張立憲報道官が記者会見で、日本は侵略の歴史を直視し反省するとの姿勢表明や約束をしっかりと守り、靖国神社など歴史問題において言動を慎み、軍国主義と完全に決別すべきだと述べました。言動を慎め、反省しろと上から目線でのものの言い方。毎年軍事予算を増やし、核ミサイルを後ろ盾に世界中の国々を脅すような発言をする国こそが軍国主義です。国内ではウイグル人やチベット人の言葉や文化を奪い、民族浄化を行っています。そしてついにその矛先は中国東北部に住む朝鮮族に対しても向けられ、数十年先には朝鮮族が消滅する危機に陥っているのです。現在中国が公式発表している中国の少数民族は55あります。2000年と少し古い統計になりますが、一番多いのがチワン族の1618万人、続いて2位は満州族の1068万人、3位タイ族の982万人、4位ミャオ族894万人、5位ウイグル族の840万人、そして朝鮮族は13位の192万人。192万人は中国の人口からしてみれば大した数ではありません。しかし普通に考えてみれば192万という人口はとてつもない数です。その朝鮮族の言葉や文化がこの先30年ほどで消滅する危機が今目の前に訪れているのです。現在中国は習近平政権が同化政策を推し進めており、ついに今年の9月から一部を除き学校の授業で使うハングルの教科書が廃止されたのです。今までハングルの教科書を使い朝鮮語を話す教師が朝鮮語で授業を行っていたのですが、強制的に標準語である北京語の教科書に変更させられ、北京語での授業が始まったのです。もちろん朝鮮語で教えていた先生は中国生まれなので北京語を話すことはできます。しかし北京語で教えたことがないので授業のレベルが低下し、子どもたちの教育レベルの低下が始まったのです。今現地で問題になっているのは北京語教育への変更だけでなく、朝鮮語自体学校で教えることができなくなったことです。日本をはじめ諸外国では母国語を教えながら朝鮮語や英語を教えることができます。しかし中国の習近平政権は許可された学校以外では外国語を禁止にしているのです。もちろん朝鮮の文化や歴史を教えることもできなくなりました。また朝鮮語の禁止は小中学校だけにとどまらず、幼稚園でも北京語による教育環境の整備が進められているのです。朝鮮族にとっての問題はこれだけではありません。何かあると我が同胞という韓国政府がこの朝鮮語授業禁止に対しては一言も触れていないことです。日本に対しては日程が我が民族の言葉を奪ったと何かにつけて大々的に喧伝しながら、中国で今起きている言語抹殺については何も言いません。なお日本統治時代はハングル教育は行われていたので、韓国政府の言っていることは事実ではありません。また中国国内では朝鮮族だけでなく、モンゴル族やウイグル族、チベット族も北京語での授業に切り替わっているのです。モンゴル自治区の学校では9月から中国語教育が強化されたことに対し、モンゴル族による授業のボイコットや大規模な抗議活動が起き、各都市を合わせて数万人規模に膨らんだのですが、当局に抑え込まれ完全に鎮圧させられました。
しかし、朝鮮族の間では、そういったデモは起こらず、素直に受け入れているどころか、朝鮮語専門の先生のレベルの低い北京語で教えられたら、子どもの教育レベルが落ちると、漢族の小中学校に転校させる親たちが出ているのです。中国東北部にある吉林省では、毎年朝鮮族が民族衣装を着て豊作を祝うお祭りが行われるのですが、それも近い将来なくなることでしょう。朝鮮語を知らない子供たちが大人になる前に、そういったお祭りも禁止にさせられるか、観光産業目的としてだけのために許可されるかもしれません。実際、そういった少数民族が多数いるのです。中国文化観光部は、ウイグル人の文化をユネスコ無形文化遺産に登録し、中国の全土の美術館で無形文化遺産展を開き、ビジネスにしています。ユネスコに登録することで、中国古来の文化であることも強調できるため、一石二鳥というわけです。そのうち、朝鮮族の豊作祭りをユネスコに登録する動きが出てくるかもしれません。朝鮮族学校で、ハングルの教科書の廃止に関し、表立った抗議活動が韓国から起きないのは不思議ですよね。日本の政治家や企業、そして普段人権問題に関し、日本政府を批判している弁護士会なども完全に無視しています。昨年、駐日中国大使館が、ツイッターで立憲民主党を応援していたことをご存知ですか？中国は、日本と共に、両国指導者の重要な共通認識を実行に移し、各分野の交流協力を深め、両国関係の健全で安定した持続的発展を図り、手を携えて、地域経済の振興を図ることを願っている。立憲民主党が、そのために引き続き、積極的役割を果たすことを希望する。というツイートをしたんです。中国の大使館が、引き続き、と言ったことは、とても重要な部分です。つまり、立憲民主党は、中国と手を携えて、お互いの交流を深めていることを公に認めたということなんです。立憲民主党、中国と、一体何をやってるんですかね？中国と仲良くやっている日本の国会議員、著名人や企業は、たくさんいます。ハニートラップなど、その具体的な事例についてはやばすぎるので、YouTube では話せません。世界の河原版の Vimeo では引き続きお伝えします。Vimeo については、この動画の説明欄にリンクを記載しておりますので、ご覧ください。さて、Vimeo をご視聴の方は行きましょう。まず、中国で活躍する著名な日本人といえばこの人でしょう。